たとえ戦乱の世となり、この大陸すべてを焼き尽くすことになろうとも、俺は鬼となって戦い続けよう。そして必ずや覇王とならん。父上が、父上の仇、覚悟。愚かな貴様ごときの腕でこの俺は切れぬが、次はその首もらおう。死ねー王子。ゲライト。旅の騎士、名乗るほどのものではありません。いい天気ね。ああ、いい天気だ。私がお告げで女王に選ばれてもう一年ね。俺は神様なんざ信じちゃいねえけどな。ごめんなさい、ギルーフ、あなたまで巻き込んでしまって。別に俺が騎士になったのはお前のためってわけじゃねえぜ。ただ男としてもっと強くなりてえって思っただけだ。お前が気にすることじゃねえ。ギルーフ、ありがとう。私今でも自信ないけれど、あなたがいてくれるから何も怖くないわ。つまんねえお世辞言ってんじゃねえよ。お兄ちゃん、お兄ちゃんってば、起きなさーい。ああ、余はここに誓う。必ずや大陸統一を果たし、戦乱の時代に終止符を打つと、ノルガルドの騎士たちよ、その力を世に貸してほしい。はい、陛下。不肖、このパロミです。たとえ火の中水の中、陛下の行かれるところどこへでもお供させていただきます。相変わらずだな。何？お前と違って陛下は思慮深いお方、火だの水だの簡単に飛び込んだりはしないのだよ。ずいぶんと待たせてくれましたね。陛下、アルメキア王国で将軍ゼメキスがクーデターを起こし、エストレガレス帝国を立国。ゼメキスめは初代皇帝となった模様にございます。ゼメキスの筋肉脳みそが見どころあるじゃねえか。陛下、ここは我が国も慎重に行動しませんと。愚か者が、他人が仕掛けてくる心配するくらいならこっちから仕掛けてやるのだ。そんな簡単なこともわからんのか。そんな無茶苦茶な。お前がアルメキアの王子か。誰だお前は。我が名はブロンノイル。求め続ける者、アルメキアの王位継承者など目障りだ。消えるがよい。アクロー・ベイナード、こうも早くゼメキスを倒すとはな。何者だ。我が名はブロノイル。求め続ける者、ベイナード、お前は出しゃばりすぎた。処分する。くだらぬ。人間は戦うことが好きなのだよ。だから戦う。ただそれだけのこと。どのような理由をつけたとしても、それは言い訳に過ぎぬ。
誰だてめえは。我が名はブロノイル、求め続ける者。女王リオネッセ、お前は目障りだ。消えてもらう。無様な姿だな、ゼメキス。お前には失望したぞ。この程度で終わりとは。ちょっとあなた誰なのよ。降りてきて話しなさいよ。我が名はブロノイル、求め続ける者。剣を買い、お前は勝ちすぎた。処分する。はっ！かわしたか、今日。不意打ちか。好きだぜ。そういう卑怯なやり口は。ところでてめえ何者だ。我が名はブロノイル、求め続ける者。ドリスト、お前は目障りだ。消えてもらう。ようにやっておられる。亡き父君も天上でさぞや喜んでおられることでしょう。聞け皆の者、今ここにアルメキア王国第15代国王ランス陛下の即位を宣言する。リーランド、あなたの剣持っていくわね。力を貸して。今度カドールが私の前に立ちはだかったとき、迷わず切り捨てることができるように。ドレミディッツの娘はこの程度か。何？そなたの父君はそんなものではなかったぞ。黙れ！まだまだ、剣とはこうして使うのだ。バカめ、俺と組み合って勝てると思っているのか。よもそのつもりはない。こうさせてもらう。はあ、フロスト。自分の体ごと凍りつかせるとは。今だ、フランガーレ。指図をするなと言ったはず。受けてみろ、化け物。わがままだと言ってくれるじゃねえか。来いよアスミット、相手になってやる。やめてキルーフ。こういうやつはな、一回叩きのめさねえとわかんねえんだよ。私は無駄な争いはしない。おじけついたか、この腰抜け野郎が。キルーフ、なんてことを言うの。今の言葉取り消して。なんでお前がアスミットの肩を持つんだよ。リオネッセ、お前まさかアスミットのことが好きなのか。ギルーフ、どうして。俺は好きなのかどうかって聞いてんだ。好きです。それがどうしたというの。チキショー、やってられっかよ。小僧、無駄なこと。ギルーフ、二人まとめて灰にしてくれるわ。そんなことさせない。リヴァイン、前にも言ったろう、私には効かぬ。やべえ、こいつには勝てそうにもねえぜ。逃げるぞ。でもどうやって。こうすんなよ。
どわ。これでもこの俺が切れるか、ナイトマスター。卑怯な。カイに伝えろ。小娘を返してほしくば、今後半年間カーレオンは兵を動かすなとな。ディナダン、ためらってはダメ。この男を切って。しかし私が人質になったらカーレンは身動きできなくなるわ。分かってディナダン、私お兄ちゃんの足手まといになりたくないの。姫。ディナダン、カーレンを王位継承者として命令します。切りなさい、私ごと。二度とナイトマスターの称号は名乗るまい。メリオット姫、お覚悟。後ろがガラ空きだぞ、デスナイト。何？お兄ちゃん。今だ。失敗か。ならば。メリオット。お兄ちゃん。メリオット。兄ちゃん。お兄ちゃんったら、またシャツがしわくちゃ。メリオット。私がいないと本当にダメなんだから。私の名前はメリオット。何？この名も私の居場所も陛下がくれた。陛下をこの手にかけるくらいなら、私に命令していいのは陛下だけだ。自分で自分の体を焼くなんて。バカな呪文が。陛下、命令を。やればできるじゃねえか。とっとと、その水晶玉を砕いちまいな。時代が動けば人も動く。今あるすべてのものを新しい時代に引き継ぐことはできん。人は何かを得るためには何かを失わなければならない。俺は多くの大切なものを失った。そして
それと引き換えにこの大陸を手にすることができた。俺はさらにいろいろなものを失うのかもしれないな。いかに時代が変わろうとも、私は陛下に忠誠を誓います。グイン。でもね、私疲れているの。少しだけ寄りかかってもいい？ああ。やっぱりキルーフの腕の中が一番落ち着く。リオネッセ、俺お前に大切なこと言わなきゃって思ってたんだ。お前が好きだ。ずっと守りたい。聞こえなかったか？聞こえたけど、本当に私でいいの？リオネッセでなきゃダメなんだ。嬉しい。戦乱を収めたことよりも今の言葉の方が嬉しいって言ったら怒られるかな？上陛下。じゃあバイバイ、お兄ちゃん。ああ、気をつけて。行ってきます。みんなも元気でね。行ってしまわれましたな。ああ。で、陛下の答えというのは？秘密さ。残念です。ほらアルスター、どんどん飲みな。勝利の美酒をよ。なんとあのエリアが笑った。これからも運命は俺の前に立ちはだかるだろう。だが俺は負けん。たとえこの世の全てに背くことになろうとも、我が命尽きるまで俺は戦い続ける。ゼメキス。ゼアーそれでも評価されているのか。ひねりつぶしてくれる。これで貴様も終わりだ。ずあ！何？まだこんな力が。貴様が人間だというなら、それがどれほどのものか見せてもらおう。さあ！負けられない。陛下のために。まだ立ち上がるか。ならばこれではどうだ。思い知ったか、己の弱さを。私は負けない。私は。死ね。何者だ。ここからは私が相手よ。お前は。この立ちさばきは、まさか。
余興は終わりだ。今度は永遠に殺してやろう。あなたは今も誇り高い騎士です。ハレ、いい女になったな。俺の望みは叶った。急げハレ、時間がない。レイランド。つくづく無駄なあがきの好きな男よ。素直に己の運命を受け入れるがよい。さあ稼働、とどめを刺すのだ。死ねえ。ゼメキス。貴様らの好きにはさせぬ。悪運の強い男だ。まあよい、今回は引いてやろう。だが覚えておくのだな、所詮お前は私の操り人。いくらあがこうと運命からは逃れられぬ。これは。どうしたノイエ、こんなところで。初めてお目にかかる。ヨガ・ノルガルド王ベイナードだ。レオニアの女王リオネッセと申します。